こんにちは。こんにちは。今日も始まりました招き猫のインプロペリー。東京パフォーマンス招き猫のゆういちです。さよです。泉です。よろしくお願いします。即興パフォーマンス招き猫は愛知県を中心にインプロの公演やワークショップをしている劇団です。インプロっていうのはイギリスで生まれた台本を使わない即興のお芝居。演技力、演出力、脚本力などが育てられるたくさんのゲームがあるので、このインプロテレビでいろいろやっていきたいと思います。やっていきましょう。さあ、招き猫のことをね、よく知っていただきたいと思いまして、まずはそれぞれ自己紹介をしたいなと思います。はい、はい、僕は東京から、愛知県に8年ほど前に引っ越してきまして、こっちで活動しています。東京にいた時には俳優をやっていたんですけども、オーディションを受けては落ちて、受けては落ちてってしていました。その時に、オーディション対策としてインプロ即興演劇を始めまして、今ではこっちで教えたりとかしています。中野雄一です。よろしくお願いします。イエイ。東京生まれの札幌育ち、初めて就職したのが劇団でした。いや、全国を回って1週間のうち6日間ぐらい公演をするところだったんですけれども、いやー、使えない役者で、もう行く先々で病気になるわ、骨折るわ、でも発音も悪くて聞き取れないし、それにね、やっぱ考え方が甘かった。だから普通のサラリーマンみたいな感覚で劇団入っちゃったから、なんか休みないのとかもしんどくてね、まあ、そんな中でもやっぱりね、息にかじりついて頑張ったんですが、やっぱね、しんどくなってやめまして、で、肩気になろうと思って医療事務を始めまして、まあ、なんやかんやあって、まあ、こうしてね、やっぱり芝居上手くなりたいなと思って8年前から招き猫に入ってインプロをやっています。手もずるがすごいですが、目は優しい中和さよこです。よろしくお願いします。はい。イエイ。はい。はい。僕は小学校5年生から中学3年間はもうほとんど引きこもりで学校に行けませんでした。で、中学卒業してからすぐその就職したんですけど、こう就職していくうちに、こう仕事をしている間にそのこのままじゃダメだと思って、でなぜかそこから演劇の方に行き始めて、で、それでその今までその見た目が優しそうだって言われてたんですけど、実はこう中身頑固者で、うなってきてくれて、その頑固者がこう演技やっていく中で、だんだんその親しい人にはこう本当は怒ってるよねって、我慢してるのがこう他の人に見てもらえるようになったのが最近嬉しくなったことで、泉沢ひろきです。よろしくお願いします。よっ、はい、はい、そんな3人でお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、今日のインプロのコーナー、イエイ。今日のインプロはインプロアラカルト。説明しよう。アラカルトとはまあ、いろんなことをやるということです。はい、1個目で、アラカルトとまで言うそんなゲームないのでまあいい、1個目はね、私は木ですをやります。私は木ですとはね、こうなんていうのかな、壁をね、画用紙と見立てて、そこに体で絵を描いていくというゲームです。はい、みんなで一つずつ組み合わせて、ここにね、新しい絵を一個一個作っていきたいと思います。ではやってみよう。飛ぶ？うん。えい。えい。はい。はい、さあ、スケッチブックの中にやってきました。さあ、ではここに絵を描いていきたいと思います。はい、さあ、まず最初に1本、ね、木が生えています。はい、ね。私は木です。はい。そこに、1つ足してもらいましょう。どうぞ。私はリンゴです。はい。ここにどんどん足していきます。私はリンゴの農家のおばさんです。そしたら1個物を残します。私はリンゴを残します。そうすると1個絵が残りますから、そこにまだ足していくというゲームです。ではどうぞ。私はリンゴです。私はついた虫です。私は木の枝です。私は虫を残します。私は虫です。私はさなぎです。あれ
私は蝶です。私は蝶を残します。私は蝶です。夢見る少女です。花粉です。花粉を残します。私は花粉です。私は杉の木です。私は花粉症に悩む人です。私は花粉症に悩む人を残します。私は花粉症に悩む人です。私は飛び散る鼻水です。それを受けたくない人です。鼻水を残します。私は鼻水です。私はティッシュです。鼻の穴です。私は鼻の穴を残します。私は鼻の穴です。私は大仏の顔です。掃除をする掃除員です。掃除員を残します。私は掃除員です。年末年ちゃんと越せるかなっていう心配事です。冷たい風です。冷たい風を残します。冷たい風です。旅人です。大きなリュックです。旅人を残します。私は旅人です。私は太陽です。私は北風です。私は太陽を残します。私は太陽です。水着のお姉さんです。さあ、ということでね、これが私は木でした、はい、ではね、スタジオに戻りましょうか。はい、せーの、ひょい。おー、はい、はい、戻ってきました。戻りました、ね、さっきのが私は木でした、はい、ね、もう一ついきましょうか、うん、ね、もう一つのゲームはプレゼントゲーム、イエイ、はい、さあ、プレゼントゲームはどういうのかといいますと、ね、2人で一つのものを作っていく、はい、というゲームです。じゃあね、2人でやってもらって、はい、ちょっとあの僕端っこに行きますから、はい、ではこれでいいかな、うん、で僕と、ね、説明しますんで、うん、やってください。はい、さ、片方がですね、私は、まあ、プレゼントをあげるというね、うん、お芝居をしたいと思います、うん、ではまずやってもらいましょうか、はい、ね、うん、ではどうも。はい、プレゼント。あ、ありがとう、この湯飲み。そう、湯飲み、これ、うん、すっごく分厚いでしょ。あ、ほんとだ、うん、すっごい分厚い。こう取っ手がないんだね、これ。そう、うん、あの指の形にこう並々になってるの。あ、だから持ちやすいんだ、うん、あ、すごい、茶色だ。そう、で中にこう、うん、漢字が書いてあるの。お、ほんとだ。え、これ般若心経だよね。そう、これでお茶を飲むと、うん、心が静まるの。裏見てみて、仏の顔、うん、すごい、仏の顔が入ってる、うん、はい、オッケーオッケーでしょ、ね、さあ、では、これどっか置いといて、はい、あ、すごい、今窓の枠に入れたみたいな今何をしたかというと、うん、一人一個ずつ何か情報をつけて、うん、一つのものを作りました、はい、初めに形を上げた、うん、初め何をイメージしてたんだろう。これは、うん、私もでも湯飲みでした。湯飲みだった、うん、で湯飲みの形だけあげました、うん、でもう一人その形を見て名前をつけました、うん、で湯飲みって、はい、ね、うん、湯飲みになりました、うん、そしたらここから交代交代に一個ずつ何か情報をつけていきました、はい、これを見て最初なんだっけ。私はとても分厚い、分厚いというふうに言いました、うん、分厚い。そしてでこれは取っ手がないんだ、ね、取っ手がないんだね、うん、はい、たら、うん、取っ手がないんだって聞いたので、うん、あ、こう並々になってたら、ね、うん、持ちやすいかなと思っても、はい、並々に指の形になってるよっていうふうに言いました、うんうん、そしたらもう全面が茶色の色に見えてきたんで、うん、はい、茶色です、色がつい、うん、
もうなんかそうやって聞いたら、うん、なんかお寿司屋さんの湯飲みみたいなのがちょっと浮かんできたので、うん、あのこう中を見て、うん、なんかこう漢字が書いてあると思って、うん、お寿司屋さんによくあるよね。そうそう、はい、で漢字が書いてあるよって言いながら、うん、その漢字を見てたら、うん、こうすっごいびっしり書いてあったんで、うん、それがその般若心経の、あの文字のように見えてたんで、ね、うんうん、あ、もうそうだったら仏様の顔を入れなきゃと思ってで裏をに仏の様の顔があるよって言いました。はい、ということですね、うん、お互いに一個ずつつけていって、うん、初めはこうね、もう手で形作っただけなのに、うん、だんだん情報がついてこう絵が見えてきて、うん、ここにあるような感じがしていた、うん、二人で作った湯飲みで、うん、なので大事にしまいました。はい、インプロで大事にしてるのは、ね、お互いにアイデアをつけ合う、片方ばっかり頑張るんじゃなくって、うん、半々で作り上げていくというのが大事ですと、うん、はい、そういうのを学んでいきます。はい、さあではですね、試しに、ね、うん、こういうふうにしないで片方ばっかりアイデアをつけていったらどうなるのか試しにやってみましょう。はい、ね、じゃあ泉くんばっかりなんかアイデアつけるみたいな、うん、してみましょう、ね、はい、はい、じゃあください、うん、じゃあはい、プレゼント、ありがとう、宝石箱。お、そうそう、宝石箱。あのね、これね、ここがこうガラスでキラキラしてるの。ほんとだ、うん、え、これ硬い？うん、硬いよ。こう、ほら、叩くとカンカン言う。これ、何色？透明？色ついてる？あ、これはね、あの全面がこう薄いオレンジ色になってる。え、これ軽いのかな、重いのかな。あ、結構ね、ガラスだから結構重いよ。え、これ何入れたらいいの？あの、宝石入れたらいいよ。あ、本当に？うん、え、これ何？あの、誰が作ったの？僕作ったよ。あ、すごいね、うん、え、これさ、何、どこに置いたらいい？あの、宝石をしまうところに置いててくれた。これさ、割れたりする？うん、あ、うん、割れたりする。ガラスだからね、危ないよ。本当に？え、これさ、うん、これ何、こう、蓋取れたりするの？それともくっついてんの？あ、蓋ね、こうやってかぶって開く。あ、ここがくっついてるんだ。うんうんうん、ありがとう。うん、っていう風になるとね、だんだんこの人当たるからね。ね、片方ばっかり考えて、もう片方は聞くだけという風になるとね、見てる人もこの人のアイデアばっかり見てる。こっちの人のアイデアも見たいなと思うわけです。ね、半々にしていくとうまくいきますよと。ちなみにもう一つ。はい、この、ね、ゲームで大事なのはやっぱアイデアを、ね、うん、あのお互いに足していく、うん、ね、受け入れて受け入れ合うのが大事ですよね、うんうん、もしお互いが思ってることを主張し合ったら、うん、ね、受け入れないで私はこうだと言い合ったらどうなるか、うん、ちょっとやってみましょう。わかります、うんうん、初めにプレゼントして、うん、見えたものがもし違ったらね、うん、違ったらそれを主張し合ってみてほしい。 OK、うん、どっちあげよう、どっちがいい。じゃあ開けるよ。分かった、もらう、うん、はい、では行きましょう、うん、どうぞ。はい、プレゼント、ありがとう、このチーズスフレ。あ、違うよ、これメガネケース。うわー、ふわふわだね。いや、あの黒いこう硬いよ、これいい匂い。いや、いい匂いしない、皮の匂いだ、皮。あ、ほんとだ、なんかここさ、うん、感じでさ、こう焼けてるね。いや、焼けてないよ、黒い皮。食べれないって、食べれないって。うん、あ、ほんま、うん、食べれないよ、出して、出して、うん、うん、うん、ごちそうさまでした。オッケーオッケーです、ね、こんな風に、ね、食べてしまう、メガネケースを食べてしまうことになってしまう、ね、ね、今ちょっとさ、うん、こう一生懸命違うよって頑張る人と、はい、そっちの話聞かないで、はい、あの独自路線で走ってくる、ちょっと性格が今出たなって思う。ああ、そうね、我の強さと ね、こう人に合わせようとするところがね、違ってていいのにね、うん、合わせようとしちゃう、ね、ね、こんな風にお互いが主張し合って、主張してしまう、うん、主張し合うとね、主張ね、主張し合うとね、うん、うまくいかない、ね、うん、協力し合ってやっていくわけです、うん、はい、ね、ということで、で、うん、今日はいろんなインプロを、ご紹介しました。はい、面白かったな、ね、あんまりね、うん、これをこう普段の練習でやってるので、うん、あんまりこう人に見せるためにっていうのはね、やらないので ね、 あ、そうだね、うん、ちょっと緊張します、うん、トレーニングでね、やってる、はい、うん、ウォーミングアップとか、うん、あとはやっぱりこう、いや、そうじゃないよってやっぱ普段どうしてもね、日常生活でね、うん、こう相手のやつを受け入れにくい時とかっていうのがあるので、うん、なんかそういうのの練習によく使ってます、うん、
ちなみに、はい、あの、まあ、私今だいぶ言ったんだけど、うん、このゲームしてこういうの身についてほしいとかって何かあるの？どれ？プレゼントゲーム？うん、でもいいし、うん、私は木ですでもいいし。これはね、うん、まあまずは即興でやることを楽しんでもらえたらいいな。あ、そうそう、協力し合ったりとか、うん、アイデアを出し合ったりとか、うん、主張をねしすぎずに受け入れた方がやりやすいと。うんうんうん、でもそれ知らないと、うん、ただわーってやっても辛いんだよね。うんうん、確かに。なんか相手が言ってくれるからイメージが湧いて次のが出てくるっていうのがあるから、うんうんうん、さっき一人で苦しそうだったよね。苦しかったまだ私が質問してるからそれに答えるけど、うんうん、ね、私がそこで、うん、とか、うん、ふーしか言わなかったら、うんうん、何について話すかも考えなきゃいけないんだよ ね、 そうね、ちょっと難易度下がったよね、さっきそうだよね、そういうことです、ね、楽しむためにはね、ちょっとね、いろんな考えが必要です、はい、こんなインプロをね、うん、こう皆さんもちょっとね、やってみたいななんて思わないかなって思うんだけど、そうだね、どうでしょう ね、うん、ね、思うんじゃないかなと思って、ね、うん、さあ、そんな皆さんのために、ね、超初心者のためのインプロワークショップというのを開催します、うん、おお、ね、せっかくね、やってみたいと思っても、うん、ちょっと気遅れするじゃないですか、行ったら、ね、なんか上手い人がたくさんいて、うん、ちょっとね、取り残されちゃうんじゃないだろうかとか、うん、あとなんかお前やれよみたいな、あ、怖いね、なんかこう一人出されて、なんか面白いこと言わなきゃいけないみたいな感じで、うん、こう胃が痛くなる経験とかね、し、うん、たことある人いるんじゃないかななんて、ね、ちょっとね、うん、思います、うん、あれ苦しい ね、 ね、なのでね、あの初心者の人だけを集めて、うん、みんなでこう楽しくワークをやっていこうと、うん、いいね、そういうね、ワークショップをやりたいと思います、うん、はい、まあ、もちろん何演劇をしたいなって思ってる人っていう、うん、相手でいいのかな、そうです、うん、じゃあ演劇をしてる人、うん、またしたいなと思ってる人で、はい、インプロをチャレンジしたいと思う人はぜひこちらに申し込んでいただけたらいいんじゃないかなと思います、はいはい、なんと無料体験会がありまして、ね、10月30日、うん、夜7時からありますので、うん、ね、ぜひご希望の方はご連絡をください、はい、はい、ということで、では今日はここまでとしました、うん、それでは、うん、縁も竹のあれはございますが、招き猫のインプロテレビ、そろそろお開きにしたいと思います、はい、即興パフォーマンス招き猫のゆういち、さよ、泉でした、またね。